はい、どうも、レノボ大好きです。今回、プレビュー、レノボ山口隊、パワー速報とやっていきたいと思います。はい。まあ、前節、結果は2対2のドロー。まだレノボ山口、後半戦の勝ちはありません。はい。ということで、プレビューやっていきましょう。久しぶりの勝利、願ってます。はい。レノボの注目選手、こちらです。前高幸選手、はい、前選手は結構、まあ、遠くからのシュート、無回転シュートを打つことができて、非常に強烈なシュートを打つことができるので、本当に期待していきたいです。はい、で今度は相手の警戒選手の、やっぱり、アンミョンチュン選手です。本当に、彼は本当に得点力があって、本当に警戒しないといけない存在なので、彼に決めました。本当に、まあ、シュートもうまいので、そこを警戒して、ディフェンス陣頑張ってほしいと思います。はい、ということで、今回はこちらで終わりたいと思います。明日はぜひ勝ちましょう。水曜日開催、ぜひ。いい水曜日にしましょう。